それではご報告をいたしますこの度国土強靭化担当そして内閣府防災担当大臣を拝命いたしましたお小野木八郎でございます防災や国家の基本的かつ極めて重要な任務であると認識しており災害対策を担当する大臣といたしましていつ起こるかわからない災害に備え常に緊張感を持って職務にあたってまいる所存でございますそして国家百年の体系として災害に強くしなやかな国づくりを 進めてまいる所存であります若松委員長はじめ、えー、理事委員各位のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますまず被害状況等の報告に先立ちまして梅雨前線に伴う大雨及び台風により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますまた被災された方々に対し心よりお見舞いを申し上げますまず6月30日以降 梅雨前線や台風第3号の影響により、中国地方、九州北部地方を中心に大雨となりました。6月30日から7月10日までの総雨量が多いところで600ミリを超えるなど、記録的な大雨となり、島根県や福岡県、大分県では大雨の特別警報が発表されました。この豪雨により、福岡県、大分県を中心に河川の氾濫や土砂災害による被害が発生し、 これまでに死者38名、行方不明者5名などの人的被害のほか、住家についても全壊213棟のほか、300棟を超える床上浸水など、甚大な被害が発生しております。また、道路、鉄道や電気、水道等のライフライン、農地、農業用施設などにも大きな被害が,大きな被害が生じているほか、各地域では流木による被害が発生し、これら流木や 土砂を含む多量の災害廃棄物が発生しております政府としては、発災前から関係省庁災害警戒会議を開催するとともに、発災直後には関係閣僚会議や関係省庁災害対策会議を連日開催し、被害状況や政府としての対応を確認してまいりました。また松松本本前防災担当大臣及び松本陽平 前内閣府副大臣を団長とする政府調査団を被害の大きかった福岡県、大分県に派遣するとともに、7月12日には安倍総理も被災地の視察を行うなど、政府としても被災状況や被災地の抱える課題を直接把握した上で、人命の救助活動はもとより、暑さ対策などの避難所の環境整備や、被災地の復旧の妨げとなっている流木を含む 災害廃棄物処理の迅速化などの課題に対し、地元自治体と緊密に連携をしながら、政府一丸となって対応してきているところであります。特に激甚災害の指定については、全国的な梅雨明けを待たずに、7月21日には農地等は全国を対象として、また公共土木施設については、福岡県朝倉市、東峰村、添田町および大分県日田市を対象とするなどの 激甚,災害に対激甚災害に指定する見込みであることを公表いたしました。これにより、被災した自治体が不安なく、迅速に災害復旧に取り組むことができるようになったところであります。7月22日からは、東北、北陸地方に停滞していた梅雨前線の活動が活発になり、東北地方や北陸地方を中心に大雨となりました。特に秋田県では 二十二日および二十三日の二日間の降水量が多いところで。三百ミリを超える大雨となり。平年の七月の月降水量の一点五倍を超える記録的な大雨となったところがありました。この大雨により、雄物川が氾濫するなどし。秋田県内を中心に、家屋への浸水や土砂崩れなどが相次ぎました。幸いにも人的被害は報告されておりませんけれども、これまでに。 住家の全壊二棟のほか六百棟を超える床上浸水など大きな被害が生じました道路や電気水道等のライフラインに加えて地域の基幹産業である農業にも甚大な被害が発生しておりますこの災害に対しまして発災直後に関係省庁災害対策会議を開催し被害状況対応を確認するなど政府一丸となって視察の 応応急急復旧等の災害応急対策に当たってきてきおります先にご説明した福岡県、大分県における災害も含め、これら倍雨期に発生した一連の災害については、全国的な梅雨明け後速やかに、一昨日の8月8日に激甚災害に指定し、農地および農林水産業共同利用施設等や公共土木施設等の災害復旧事業、 中小企業信用保障に係る特別措置を講じることといたしましたまた7月21日に南鳥島近海で発生した台風第5号は、奄美地方に接近した後、和歌山県北部に上陸し、近畿地方を縦断、その後、日本海を北東方向へ進み、8月9日3時に山形県沖で温帯低気圧に変わりました。台風の動きが遅かったこともあり、奄美地方や西日本、 東日本の各地で大雨となったほか、突風が確認されるなど、広い範囲に被害をもたらしました。この台風による大雨や突風などにより、これまでに死者2名、重傷者2名のほか、家屋の破損や浸水など、西日本から東日本の広い範囲で人的物的被害が生じています。政府といたしましししまてては台風の接近前から関関関関係係係省省庁庁災害警戒会議を開催し関係省庁に対して自治体や関係機関などへ 注意喚起助言を積極的に行うことなどを指示し万全の体制で対応にあたってきたところであります本日午前福岡県朝倉市の森とし森田市長大分県日田市の原田市長と直接お会いし被災地の現状や課題について意見交換を行ったところであります私自身も事情が許せば被災地を訪れ被災状況 当面の課題をお聞きし、自らの目で現地の状況をつぶさに確認してまいりたいと考えております。これらの災害に対して引き続き、災害復旧や被災者の生活再建支援など、被災者の方々が一日も早く安心した生活を送ることができるよう、関係自治体と連絡を密にし、政府一丸となって取り組んでまいります。以上でございます。